いろいろあって、まあこんな状況でも、こんな状況でもね、ファイターズのね、ファンが、スタッフが一緒になって、選手に声援を送れば、選手はきっと前だけ向いて、優勝だけになって、頑張ってくれると思いますんで、明日からもね、熱い予選よろしくお願いいたします。本日のお声援もありがとうございました。監督とコーチの皆さん、
あの信用してくれて、あのもう一回チャンスくれたのはすごく感謝してます。その最初の試合は結果出せなかったんですけど、今日はちゃんと自分のあのピッチングして 100% 出したと思いますので、本当に嬉しいです。チームも試合が残り少なくなってきています。この後どういった形で貢献していきたいと考えますか？Bueno, yo espero seguir, o sea, seguir ayudando a mi equipo y seguir trabajando fuerte para la próxima salida que tenga, dar lo mejor de mí y tratar de darle chance a mi equipo de que pueda hacer lo mismo que hicimos y ganar. そのまま調子を崩さず、あのチームのためになって次の試合もこの立ちで立てるように、あの勝利したいと思います。まず踊りで少し伺いました。ではちょっと場所を変わっていただいて、続いて鶴岡慎也選手です。地震が起きてから初めて札幌ドームに戻ってきて、そして勝利をつかみました。この1勝というのはどのように捉えてますか？やっぱり僕たちもね、北海道で生活していて、やっぱり今も不自由な生活をしている方がたくさんいると思いますし、やっぱり映像で見た地震の影響とか見たら、やっぱりいろんな辛いことがみんな抱えてやってると思うんですけど、こうやって僕らは札幌ドームで大好きな野球をやらせてもらっている喜びをチーム全員で感じて今日プレーしました。4回の攻撃もフォアボールでつながって鶴岡選手の打席に回ってきました。どんな思いで打席に入ったんですか？そうです、あの僕自身あんまり気持ちでですとかそういうことはあんまりないと思うんですけど、今日は本当に気持ち一本で打ちました。相手としては詰まったような打球ではありましたけど、やっぱり気持ちですね。そうですね、まあ、いろんな思いを背負ってファイターズの選手今やってるんですけど、まあ、でもやっぱり一番はやっぱり野球を見てもらって、ファイターズの勝利を見てもらってみんなに元気を出してもらおうとやっていますので、本当に押してよかったです。6回の追加点も当たりとしてはどうだったでしょうか？そうですね、あれも本当に気持ちで一本で打ちました。仙台のゲームが終わって、まあ、試合が4日間ないという時期もありましたが、その時というのはチームとしてどのような形で今日に向けて臨もうと考えたんですか？そうですね、僕自身あの家族を残して北海道に離れたんですごく心配でしたけど、やっぱり同じ思いを北海道の人も抱えていると思うので、やっぱり僕らは本当にしっかり調整して今日の試合に勝つことだけを考えてやってました。そういった優勝争いというのもある中で、この一勝というのは改めてどんな重みになるんでしょうか？そうですね、上の2つソフトバンクと西武は強いんで負けないんで、僕らも全部勝つつもりでやっていきたいと思います。ではここでハッシュタグヒーロー質問に応募していただいた中から1つ質問を鶴岡選手に聞きます。北海道民のために優勝していただけますか？もちろん優勝します。最後にチームとしては残り20試合になりました。また道内では依然として大変な生活を送っていらっしゃるかと思います。この後に向けて、一言メッセージをいただけますか？そうですね、もう僕らは野球をしてみんなに喜んでもらうしかないので、一生懸命残り試合戦いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは鶴岡選手の踊りでスポーツでした。
日は本当に周りの皆さん、大変な中球場にお越しいただきまして本当にありがとうございます。選手たちもいろいろ大変な思いをしましたけれども、本当にそれ以上に多くの皆さんが大変な思いをして苦しまれている、まあ、その中で、我々何ができるのか、本当に選手たちの話をして一生懸命やってやって、とにかく少しでも元気になってもらおう、まあ、そう思い、そういう思いで、野球を続けています。これからも、もちろんできる限りの、応援援助できるように頑張りますけれども、まずはいい試合をして精一杯野球をやって姿を見ていただいて、少しでも元気になって頑張ろうというふうに思ってもらえるような試合をこれからもしていきますので、どうかよろしくお願いします。本当に大変だと思いますけれども、本当に頑張っていきます。そして我々ができることこれからも精一杯やっていきます。どうかよろしくお願いいたします。最後は勝利の喜びをかみしめ、この歌で締めくくりましょう。一つになろう、喜びを共に。ファーストシリーズとして大きさの方法でございます。チケットは